にちは、うさこです。今回は最近のブルーロックグッズ購入品をご紹介します。ブルーロックの Vlog はイベントごと現場ごとに出しているんですけど、コラボ以外での購入品を最近ちょっとご紹介できてなかったなと思いまして、最近つっても本当2、3ヶ月分ぐらい溜まってるんですよね。まだね、動画にできていなかった購入品たちをご紹介していきます。基本的にはブルーロックの最推しであるちぎりひょうまくんのグッズなんですけど、最近は二推しであるいとしりんちゃんのグッズも集めることがあります。それでは早速ご紹介していきます。焼きはソフマップで予約していたチャイナカンフー届きました。もう待ってたよ一応発売日並んだんですけど、ちょっと買えそうなもう順番ではなかったので撤退しまして、予約に切り替えました。こんな感じです。ドクターリンみたいなヘアスタイルで可愛いですね。このちぎりくんを連れて横浜中華街に行きたいなと思っております。 SNS クリアカード3パック買っていたので開封していきます。あ、これちぎりくんいる、やったー。ちぎりくん、わちらくんです。いきなり初手押し引けた、やったー、かわいい。わちらくんのこの腹いいんですかで、2パック目よいしょ、あれ再放送かな、同じパックあ、なぎれお来ました。いやー、なぎれおね、いいですよね。もうお揃い風な感じだったり、いやー、なぎくんこれ腹一番治安悪いですね。こんな感じでございました。続いては6月にテレ朝ショップで購入したグッズたちです。まずはりんちゃんのアクスタです。この時はまだあんまりりんちゃんのグッズ集めていなくって、特にユニフォーム姿っていうのはほとんど持っていなかったのでお迎えしました。キャップ加えてんのいいですよね。次はちぎりくんのフォトフレームみたいなアクスタです。このちぎりくんのお顔が好きなのでお迎えしました。それから玉座のアクキーです。持ってなかったので試しに購入してみたところ、なんとちぎりくんをちびきできました。やったー、というわけで飾っております。それからトレーディングファボカというカードですね。2枚入りで1枚目はバチラくん、2枚目はりんちゃんでした。最後にビジュアル色紙コレクションです。これも例のサインしているビジュが入っているので買ってみました。1枚目はバチラくんの制服、2枚目はおしゃさんの制服でした。というわけでテレ朝ショップの購入品でした。続いても6月に届いたグッズのご紹介です。こちらのメロンポップのシリーズ、アクキーすごい可愛くって、このメロンソーダかな、いちごソーダかな、それとちぎりくんがいるっていう感じです。同じようなドリンクを頼んで飲む時のこうストローに引っ掛けたり、他も可愛いかなと思ってます。あ、可愛いうちわはね、あの可愛いなと思ってはいたんですけど、なんで頼んだんだったかなって忘れてましたが、今この裏を見て分かりました。これは可愛い可愛いですね。裏がこれで表がこんな感じです。このミニうちわキーホルダーにも、ね、なっています。多分この名前のところに惹かれて私は注文していたんだと思います。仰ぐことはあ、できるはできますね。ちょっと風が来るぐらい。幼稚園のシリーズです。このアクスタの背景というかこれも可愛いんですよね。幼稚園ちっちゃいんですけど、ひょうまって書かれた台座に結構ね、ちゃんと右膝に絆創膏もつけてて可愛いです。黒猫ね、持ってたり。
これも6月に発売されてたと思います。シミラールック丸い台座に名前が書いてあるのと、福スタちょっとこの色あせてる感がおしゃれですよね。髪下ろしてるちぎりくんがすごい好きなので、これめっちゃありがたいです。ボーダーも似合っちゃうんですよね。ほんとどうなってんだか同じシミラールックシリーズのこちらのブロマイド、これって特典なのかな、ブックオフにあったのでりんちゃんとちぎりくんをお迎えしました。でもすごい美女がいいです。同じくブックオフで購入した漫画展のちぎりくんの SD ミニキャラの方のアクスタです。ブラインド系は中古ショップで定価とか、まあ多少上振れてもお迎えできたらすごいラッキーだなと思っています。続きましてガチャガチャですね。こちら寝てるやつのシリーズ、5月7月ちょっと忘れちゃったんですけど見かけまして、ガチャ回しました。見て、かわいい、かわいいねで、その後中古ショップでりんちゃんもね見つけたのでお迎えしました。りんちゃんこれは寝てない、かわいいです。最後に一番直近7月の購入品になります。まずは、ネットで注文して予約していたものですね。こちらのプカッシュシリーズ、これはちぎりくんとりんちゃん予約してました。うさぎということで、まあこれもねうさことしてはお迎え必至ということで可愛いですね。小さいので持ち歩きとかもしやすそうですね。こちらのチャイナミニキャラアクリルスタンドも予約してました。これもねちぎりくんとりんちゃんです。いやもうほんとねチャイナめっちゃ出ますね背景も可愛いし、自分にとって刺さりやすいこの名前がついてるっていうのが嬉しいんですよね。こんな感じです。かわいい。個人的にめちゃくちゃ好み。それから7月の末にアニメートに行った時の購入品です。ブルロの現場が7月の中旬から末までなかったので、オタ活自体をちょっとお休み気味だった期間があったんですけど、久々にアニメート行ったらやっぱね、なんかたぎりましたね。その中でまずこちらですね、ブルーロックチップスのアクスターです。これね、このトンチキパジャマちぎりくん、本当に何この柄、トンチキな格好しててもね顔はいいので。スチームパンクのサラサクリップボールペンです。スチームパンクシリーズは正直ちょっとちぎりくんの美術っていうか衣装が好みでなくって、全部ねスルーしてたんですけど、サラサに関してはめちゃくちゃ愛用しているんですよ。サラサとブルロがコラボしてくれている、しかもねちぎりくんのこのカシスブラックっていうお色もすごい好みの色なので、すごいねありがたいなと思ってお迎えしました。こんな感じでここにスチームパンクのちぎりくんがプリントされています。 0.5 ミリですね。ピンクのお色はキャラによって違っていたんですけど、こんな感じでブラックっていうか、ボルドーとかに近いかな、紫がかった赤っていう感じです。最後の最後なんですけど、まあグッズっていうか単行本ですね、ブルロンの、ね、最新刊25巻を購入しているんですけど、イサギくんとバチラくんの公式応援セットで、購入しています。応援セットにはまずこちらのクリアシートが入っています。いやもうほんとヨイチはどんどんかっこよくなっちゃいますね、本当にね。それからバチラくんのクリアシートです。このサインが独特でバチラくんらしいです。それからステッカー、これはイサギくん、ヨイチのステッカーです。めっちゃいい、これ本当ありがたい。いやバチラくんもいい、このねバルチャの、バルチャで合ってる、バルチャのバチラくんこれもカフェで激甘ドリンク飲んでるバチラくんですね。でこの中に缶バッジも入っています。いやーいいですね。原作絵柄の缶バッジ、そしてそれぞれのサインが入っているということで、こちらの公式応援セット25巻はイサギくん、バチラくんでしたが、9月発売の26巻はちぎりくん、国神くんということで、もうすでに予約をしております。めちゃくちゃ楽しみ。というわけで私の最近というか、まあここ3ヶ月分くらいのブルーロック購入品をご紹介しました。
どんどんグッズが出るんですけど、基本的にはもうこれは確実に欲しいっていうものは予約をしていたり、あとは店頭で出会えたら購入するっていう感じで選んでおります。またね、予約しているものありますので、8月以降も届くのを楽しみにしていようと思います。8月もなんやかんや忙しくなりそうだなと思っております。できる範囲で動画撮って投稿していこうと思いますので、よかったらお楽しみください。このチャンネルでは大人オタクの QOL 爆上げを応援しています。推し活 Vlog や購入品紹介など投稿していますので、ぜひ他の動画もお楽しみください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。